秋田正文は日本の作曲家、編曲家、元大手ゲームメーカーコナミ出身であり、主にゲームの音楽を手掛ける。現在は大手ゲームメーカーから集結したサウンドクリエイター集団、株式会社インスピアンの作曲家として、ゲーム音楽作曲家として活動している。キャサリンフルボディ、ファイナルファンタジーセブンリメイク。 アナザー・エデン時空を超える猫など著名作品に参加。幼少よりエレクトーンを習い始め、小学生になる頃にはすでにエレクトーンで作曲をしていた。中学生の時、T スクエアやカシオペアを聴いて衝撃を受け、フュージョン一辺倒にギター、ベース、シンセサイザーを始めた。高校時代では友人の勧めでイングベイト・アングラを聴いたところからどっぷり。 ヘビーメタルの道にのめり込む。メガデス、メタリカ、ガンズローゼズ、ボンジョービなど当時のハードロック、ヘビーメタルを CD ショップで買い漁った。1998年、コナミ入社。在籍20年間で数々の著名ゲーム作品の音楽を手掛け、2017年、コナミ退社。同年に大手ゲームメーカーからサウンドクリエイターが集結し、結成された。 株式会社インスピアンの作曲家として入社。アトラスのキャサリンフルボディの音楽を手掛け、秋田が手掛けたジャズとクラシックが融合された独特な世界観が大きな話題を呼んだ。現在も世界中のゲーム作品の音楽を手掛ける。ありがとうございます。